韓国が615南北共同宣言を記念する行事を南北当局と民間が共同で推進することを提案した。これに北朝鮮側は同意し、韓国側の地域で開催しようと応じた。韓国政府当局者はこの日、板門店の韓国側施設、平和の地で行われた閣僚級会談の午前の会議結果を明らかにした。 当局者は、615南北共同宣言18周年を記念する共同行事を南北の当局と民間が合同で推進することを提案したと伝えた。これに対して北朝鮮も、当局、民間、政党社会、団体、議会などの参加のもと、韓国地域で開催しようと回答したということだ。